そしていろんな風景があるということです。さてこのノエビアスタジアム神戸の開幕戦、ヴィッセル神戸対アビス、斉藤美月、斉藤ミドルレンジからシュートを打った、村上対応、まあ、でも14番つけたってことでね、はい、14点ぐらい絡むような、いや本当そうですね、活躍してほしいですね、おっときた、さあこれは先に大迫が触る、大迫のシュート、わずかに左、抜け出しもうまかったですよね、大迫選手も、まあ、最初のシュートが少しね、さあインサイドにいました、この酒井から開いていた武藤、おっと股抜きのパス、もう一度リターン、アウトパス出して大迫粘る、後ろから酒井、おっと村上対応コンビネーションでしたね、よく村上も出しますね、斉藤、斉藤、佐々木、クロス入れる、ヘディング武藤、こぼれ球、パトリッキー、2023年神戸の初ゴールは明日ね、この武藤選手のね潰れも良かったですよね、いやでもシュート簡単じゃないですよ、ここもねしっかりと奈良選手はついてたんですけどね、このイレギュラーで少し変化加わってのこのパトリック選手のシュート、また入ってんすね、時計を見た今村慎、初手出す、ここで笛が鳴りました、1対0、2023年の開幕戦